本日はお待ちご発お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。本日は8月18日日本武道館大会のメインイベントに出場する、ケニー・オメガ選手が公開特訓をいたしますので、それに伴いまして、東川口ホホナクラブジムさんの、 あの場所のご提供をいただきましたので、こちらで、公開特訓の方をさせていただきます。よろしくお願いします。ずっと前ですね、僕は呪術をやってた、だから今回いぶしの肩は弱いんで、あのもともと呪術を見せたい今回の試合で、だからあの私のカナダと日本人友達ジェイソンさんとイサムさんが一緒に練習します今日。あとはあのそうですね、今回もあのもっと強くなりたかった、あの体ももっと大きくなりたかった、あだからあの少しだけウェイトトレーニングも公開します。はい、はい、じゃあ始めましょうか。ジェイソン選手と、杉内選手は、DDT のビアガーデンに出ていただいたこともあるという。そうですね、はい、はい、じゃあそれではよろしくお願いします。お願いします。いや、じゃ あ, あのこれから少しスパーリングをします。はい、あのまあイブジさんのキックボクシングが上手だから、多分ディフェンスも上手だから、多分直接にサブミッションができないんだから、あのイサムさんが今あのカウントを見せた、あのスイープとか、だからまあできれば、まあ練習で、イサムさんの教えてもらったトレーニングを使います。はい。じゃあ。いや。アメリカのチャンピオンですよ、彼が。First time we studied training jiu-jitsu together. 2004年だった。はい。2004年で、あの jiu-jitsu し始めて、多分2008年からずっと休めました。あの jiu-jitsu を。だから今日は本当に久しぶりに jiu-jitsu 練習した。いや、あの時々たまにピーザラブに行くと、マハさんの道場もタモサクドーボさんと練習するけど、まあ、あのこんなに強いな選手はと練習するのはすごい久しぶりに練習しました。一番大変なことは元大きくなりたい、もっと強くなりたいけど、あのコンディションアップも欲しい、あのスタミナですね。だからなんかこういうトレーニングをしないと、まあ、両方ができないと思う。まあ、あの最初に
ただですね、クライスラースの、力は全部、まあ全部じゃないけど、ほとんどは肩から、だから、クラッツがこう。クロイストラスの練習ですね。これか、これ。もっと、もっと OK、 いや、もっと、うまい、おい、いやいや、もう、もう、もう、There we go、OK、There we go、Good、OK、Last one、OK、Yeah、And two more、Come on、There we go、Yeah、そんな感じですね、じゃあ。全部は多分4回ぐらいするけど、ここ今日そんな時間がないんだから、まあそれは今のアイディアですね。いつもこういう異物線に向けてこういうトレーニングをしてるっていう。まあ普段は、うん、夏の時だけこんなトレーニングをするけど、まあ今回、うん、カナダにいる時もと、今の時もこのスタイルやってます。そしてなんか本当にコンディショナル感じました。はい、だからまあ60分でもいけると思う、うん、今回新日本に出た時、10分でも厳しかった。はい、ケンちゃん、クロイツラスがこの試合 のポイントになると思って、こういう特訓を。そうですね、やっぱりクロイツラスを狙うけど、なんかもっと強いな技もある、うん、今回カテオカの天使とか、うん、そうですね、イブシさんのハイフライの方が上手、イブシさんのハート、心強いだから、多分一発でかい技を使うと多分足りないと思う。だからいろいろ考えてて、いろいろフィニッシュ、うん、なんかフィニッシュ技、フィニッシュホールドを作った、うん、この試合のために、うん、なんか投げ技だけじゃなく、うん、サミッションも、うん、呪術の、うんうん、杉内選手は、ケニー・オメガの次どう印象を受けますか。そうですね、もしやって
かなり経つんですけども、はい、去年DDT で、はい、試合させていただいたときに一回試合前にスパーリングとかやったんですけど、その時にもうグラップリングそんなにやるとは聞いてなかったんで、うん、やってみてモンスターのような力にびっくりしてものすごいセンスだと思います。例えばグラップリングにフォーカスして集中してやればすごいものになるんじゃないかなと思ってますね。ぜひ一回やってほしいなと思うので、はい、すごいチャイムだと思います。関根さん、メッセージ。We've been training together a long time and I see how hard he works in and out of the gym. And we've been talking a lot about this upcoming match and I've never seen him so focused in my life. So, or gassed up. Or this big, for that matter. So I hope Ibushi is training hard because Kenny's been training very hard and it's gonna be a tough match for Ibushi. ようやくするとエゴ喋ってます。勇さんが、はい、簡単に言うとどんな感じですか。長い間練習一緒にしてて、そう、はい、でこの18日の試合に向けていろいろ話をしてて、He's been training very focused for this match. この試合に向けて集中して練習してきて、And I hope Ibushi's training hard because Kenny's training very, very hard for this. Ibushi 選手がハードなトレーニングを積んでいることを望むと、なぜならケニーがものすごいこの試合に向けて練習しているので。Me and Kenny have been training together a long time, and I've never seen him with this kind of power stamina before. 長い間ケニーと練習しているけど、こんなにスタミナとパワーに溢れているケニーは見たことがない。何かご質問とか。汗が止まる。はい、こういう環境でトレーニングをしてるわけです。昨日、はい、イブシ選手が、そうですね、写真見ました。はい、ああいうふうに、まあ、頭から落とす技。そうですね。なだれ式パイアンドライバーと、はい、なだれ式フィニックスフレックスですね。はい、まあ一発もらうと結構死にますよね僕が。だからまあできるだけ、気をつけますね。はい、多分それは井口さんの本物のトレーニングじゃなかったと思うけど、まあやっぱり井口さんが危ないな技が好きけど、でも、まあ、写真撮ってないとき、撮影撮ってないとき、いぶしさんもこんなに、こんなトレーニングもすると思う、うん、はい、でも、なんか、多分今、秘密守ってそうです、まだ何かも、そうですね、はいはい、なんか、本当のいぶしのトレーニング、多分押したくないと思う。うん、だから、まあ、多分、井口さんの 100% が武道館に行くと思う。うん、それはケニーも一緒ですね、はい、私も、はい、私の 100%、110% くらいです、今。井口選手は、はい、短い試合で試合を終わらせたいと、短い日で終わらせたいと、短期決着っていうか。そうですか。狙うって言ってるけど。ああ、いやもちろん短くてもいいけど、長いの試合も準備した。自分の準備もできた。そうですね。なんか60分でもいいと思う。本当に。でもはい。ロングタイムの方が、ケニーちゃんとしては勝ち目がある勝利だと思います、うん、本当に、はい、うん、でももっと長くなったら、井口さんの危ないな技のなんかチャンスがあると思う。だから、わあ、どうすればいいのかわからないけど、まあ、適当にやる、なんか一生懸命、はい。
まあ、そのための準備はしたと。そうですね、はいはい、いろいろ状況とか、うん、あの準備は全部できた、うん、だからあんまり緊張してない今、全然怖くない、実はいぶしのことを緊張してます、うん、怪我しやすいから、うん、あの私の友達を傷つけたくないですね、怪我させたくない、でも勝ちのために怪我させる、怪我します、うん、でもまあ最終的に結局いい試合をしたい、なんか一般的にいい試合をしたい、私のためにだけじゃなくて、いぶしさんのためにだけじゃなく、なんか DT のファンのために、選手のためにもなんかいい試合を証明して見せたいです、はい、うん、ベストマッチをして、そうですね、本当に、はい、ベストマッチをして、あのベルトも取りたい、はい、うん、やっぱりあの今年のベストバウト狙い今あと、うん、4日ですけども、はい、モチベーション的にはモチベーション、まあモチベーションあるんですね、まあこのポジティブなこと、モチベーション、やる気とか、うん、自信、うーん、問題なかった今のところまで、そうですね、あとは一番怖いなことは怪我、あのすごい重いな、体重持ち上げる毎日毎日だから、あの怖いんですね、トレーニングだけは怖い、試合は怖くない、うん、でも試合とプロレースとか、あの自信あります、はい、最後にケンちゃん、はい、サムライ TV とはどこに向かう、ああ、あのコメント、はい、まあ、全国のファンにメッセージ、はい、うん、そうですね、まあファンがいないと、多分武道館に行かなかったと思う、そしてあのこれからもファンのために全力でトレーニングをして、なんかいろいろ夢、私自分の夢を実現して、うん、そして、いぶしさん、武道館で、大変なことがあっても、なんか私たちが怪我しても、いや分からないけど、あなたはまだ私のファンな、私の友達だから、まあ一緒にいい試合しよう、うん、ありがとうございました。